2023箇所目のザビーランドが完成しました。開演セレモニーの用意ですよ。本気の出し方じゃ、思い出しちゃうぞ。想像しますよ。どんなミュージックで攻めましょうか。たくさん作ったのにどこも客が入ってないのでな。ま、入るわけないか。私の洗礼名はシュベリアンハスキー。もちろん何のことかは分かりませんが。あの敵将、武者震いが止まりません。ソーリン様のご指示でザビー調査兵団を結成しました。真の侵略でやられたふりがうまいんだ。押さないで。アゴテスとも入信は逃げません。倒れる前にザビランド総裁権を巻き散らすのです。はい、ソーリン様。塩にかけたバリアンが全然テスト。ワルツでいきますよ。ザビチャッチャー、ザビチャッチャー。こちらも気を入れ直しましょう。汚いことしても勝ちなさい。愛なんて後です。そんなに怒らなくても。次はザビー様を描く物語。今回はどんなストーリーでいきましょうか。どの話でもザビー殿は民からお金巻き上げて終わりなんだよな。とりあえずウサバラシに付き合ってもらおうか。あれだけ暴れてもびくともしねえ。なんて頑丈な手枷だ。見えて寂しがり屋さんなのです。ザビー様の人生、それは戦いの物語。理不尽な弾圧とも。そりゃ抵抗もするよ。無理やり侵略やりすぎだろ。ムルシケ様の周りには小動物が集まります。今一度落ち着いて陣を立て直しましょう。おめでとう。あなたの洗礼名は豆サラダです。陣である。中心である。この立ち合いにてそれらが示されることを祈りましょう。決まった。信じる者は救われます。足元を救われるよ。だから逃げて。
この人とわし、どっちが運が悪いのかな。この人には負けたくないけど。なんだ。お前さんたちの月を分けてくれ。この乱世、着ぐるみであれだけ動ける武人などそうはおるまい。お約束だ。わし、ジャンボザビーに向いてないと思うんだよね。お前にはいい薬です、宗茂。猛省なさい。まさに武人の鏡のような男、かくありたいものです。変わってきたか。我が君より先に倒れるわけには。ねえ、しげ、島流しじゃ済みませんよ。神様の帽子を取ってみると、おや、誰か来たようです。最後は衣装を彩る背景を決めるのです。一人でも多くの人が心にザビを宿しますように。上司、ねえ、おごってよ上司。ザビエさんは言いました。覚えてけ、つかえ。よっ、ザビ愛護協会がたまってませんよ。エキサイティングです。ドキドキハラハラが加速します。ザビ町に入って隣のおじいさんの腰痛が治りました。運に愛想をつかされたな。いい君だ。またか。もしもしか。怪しげな乗り物を発見。なんだこの乗ってしまいたい誘惑は。開演セレモニーの準備が整いましたね。ワルツの優雅な調べの中、私たちの愛のための戦いが、ジェットなコースターをエキサイティングに解き放つ。そうだ、ザビー教に入ろう。これが新しい宣伝文句です。敵に回すと厄介なんだよ、官兵衛さんは。おいおい、そんなに褒めるなよ。ザビー様は言いました。 You 好きにしちゃいなよと。ゆえに好きにしちゃいます。素晴らしい愛のセレモニーで、あなたの信仰心はもうマックスでしょう。今すぐ入信なさい。お殿様の私にはセンチメンタリーザビーな運命を感じられずにはいられない。マクショーや生の運のなさ、この世にはザビも仏もないんだよ。今愛する心にザビーは宿るのです。私とてザビー教の男だ。無駄死にはしない。ザビー様、今こそ奇跡を。期待してませんけど。神兵衛さん、これ本当に月が回ってきてるよ。ドールン様、ザビーの
甘じょっぱい祝福を。認めてやりますよ。お前は幹部信者スタートです。小生の対局を狙う奴はいないのかね。かなりの幸運が続くはずだがな。お前さんたち、強姦に恵まれなかったな。スタジオザビリで老若男女を足掴みです。今入信すれば、漏れなく僕が伝っていきます。一緒に晴らすんじゃ。小生に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、小生は月を使い切ってしまったのか。